今日はですね、ナナムーン相談室が、これからあるので行っていきたいと思います。で、歌のイベントやなんか、旅行とかね、結構上げてきたかなと思ったので、しばらく最近アップできてなかったんですけど、こういう日常の、ね、お仕事とかも、撮っていこうかなというふうに思ってます。皆さん帰ってまいりました。ナナムーン相談室、それと、プライベート瞑想レッスン、まあ、どっちもね、すごい楽しかったですね。なんかやっぱりどちらもね、こうレッスン、まあ、こうサウンドバスとか、まあ、クリスタルボールさっき使うって言ったかな、こう瞑想を終えた後、まあ、カウンセリングもそうですけど、終わった後のね、このすっきりとしたクライアントさんの表情がね、本当なんか顕著に見れて、対面の時はやっぱそれが特に見れるのですごい好きです。で、私もなんか同じこう感じで、いいエネルギー交流の上でなんか私も元気もらうみたいな感じですね。はい、ということで、こんな感じでレッスンは日々行っております。また新しい動画でお会いしましょう。バイバイ。大丈夫でした？こんな感じで